今、バトゥミの湖に来ています。で、ここでは珍しい光景がちょっとあるので今ビデオ回してますけど、犬の周りにカモメがいっぱいいます。これは結構本来珍しくて、基本的に犬のことを鳥は逃げるんですけど、でも全然その様子がないですね。すごい不思議な光景。犬はずっとご飯食べてて、その周りのおそらくちっちゃいパンみたいなのをこのカモメたちが食べたがってる感じですね。珍しい。これはすごいいっぱい、めちゃくちゃお腹すいとるやな。珍しいな、この犬全然鳥のことを食べようとしない。あ、ただ今これこいつが来ちゃったから、こいつが来たらめちゃくちゃ追いかけましたんだろうけど、今多分この子はお腹空いてるからちょっと餌あげようかな。はいはいはい、食べた。すごい可愛い。もらったんだ。めちゃくちゃかわいいな。全然他の鳥のこと言いかけない。あ、どういったね。よし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 。あ、すわすわ。めちゃくちゃふわふわだ。いい子。よしよしよし。よし、いい子だ。しか食べないのかな。ドッグフード食べたことないんだろうな、きっと。まだ食べてみる。ドッグフード、ほらここにあるよ、ドッグフード。あ、食べた。これ一回食べると美味しくて食べちゃうんだよな。あ、よし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 、食べた食べた。食べてますね。珍しい、鳥がこんな近づいてきてる。こっちは鳥を追いかけてますね。この子はしきりに食べてる。タグの番号が赤の0006。かなり若いですね。赤の0006。かわいいなこの子。まつげが長い。食べないの？ちょっと前も腹減ってるのか。分かった。じゃあ前もこっち来い。はい。はい。つつつ。あれ？食べない。ダメだ。
あの子が来ちゃった。おお、どうしたどうした。はいはいはい、よしよしよし。あ、お前は結構食べたもんな。あんたな。喧嘩しないよ。仲良く遊んで。そうそうそう、よっしゃ。よかった、友達になった。じゃあ大丈夫かな。じゃあまた、じゃあまた明日ね。会えるかな、わかんない。はい、来た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 、よし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 。うわガン食べた、なんだよ。うわお腹見せ、よしよし。可愛い顔してる。うわー、なんかあったかそう。キツネみたいな毛。0006番ね、こういうタグが付けられてるんですよね。貫通してるんですけど。これが狂犬病と去勢をしたっていう証拠ですね。でなんか番号で管理してるみたいです。よしよしよし。この子はオスですね。よしよし。どうした？よしよし。何とも言えない顔してますね。よしよし。気持ちいいの？ん？いえ。よし。この子はあんまり見たことないんで、多分違うところに住んでるのかな、普段。いつも僕の散歩コースでは合わない子ですね。よしよし。あ、足があったかい。肉球があったかい。よしよしよし。なんだその子。よしよし。よしよし。肉球触られるの好きじゃないみたい。そろそろ行くよ。じゃあね。またね。バイバイ。はい。じゃあまた今度。さよなら。